にちは、こんばんは、サレノです。今回の動画はホテルレビューなんですが、こちら隅田川に来ております。めちゃくちゃ良くないですか？川とか海とか大好きなんですよね。聞こえますか、この川の音で。ですよ、今回行きたいホテルっていうのがあちらです。そう、この川に面したところ、流路東京清澄バイザシェアホテルズに泊まりに行ってきました。こちらのホテルレビューをしていきたいと思います。個室タイプのお部屋もあるんですけど、今回は私一人だったのでドミトリータイプのベッドを予約して、それで一泊3075円ですね。はい、ということで早速入っていきましょう。可愛くない？玄関からもうね、ブルーで統一されたこの空間がもう可愛すぎてめちゃくちゃテンション上がりますね。入ってすぐはラウンジになってます。あとはね、小物とかもこんな風に売られてたりとか、ちょっとねおしゃれな感じですね。すっごく広々してるっていうわけではないんですけど、日差しがねかなりしっかり入るおしゃれな空間だなと思いました。ここは自由におしゃべりしたりとかご飯食べたりとかいろいろしていいスペースになってます。タイミングによってはここでなんかちょっと展示会みたいなイベントとかもしているらしいですね。はい、ということでチェックインを済ませたので、ドミトリータイプのお部屋を見ていきましょう。こちらのカードキーを使って中に入っていきます。セキュリティ面もバッチリですね。で、入ってすぐのこちらのスペースは共同スペースで、奥がねキッチンになってます。まあそんなに鍋とかそういうのはないけど、まあ電子レンジとかカップラーメンとかは作れる感じですかね。で、こちらがお部屋ですね。で、ここが私が泊まるスペースです。清潔感あるし、シーツもちゃんと敷いてくれてます。でね、ちょっとライトがなんか海っぽい感じになってたりとか、ちょっとおしゃれな感じですね。で、ハンガーとかもね自由に使っていい、消臭液とかもありました。宿泊スペースはこんな感じです。その奥が洗面所になってます。え、この鏡可愛くないですか？で、ハンドソープとかもねしっかり置いてあって、アメニティも揃ってます。で、コインランドリーもしっかりついてて、その奥がお手洗いとシャワールームになってる感じです。お手洗いも綺麗だしね。シャワールームもまあほんと普通に綺麗って感じ。シャンプーとかコンディショナーとかはなんかあんまり見たことがないオーガニックっぽい感じのおしゃれなやつが置いてありました。はい、そして翌日、実はですねこちらの流路すごくね朝ごはんがおすすめっていう口コミがたくさんあったんですよね。これは食べなければと思って今回予約をしてみました。朝食は2階にあるレストランで食べることができます。予約時に朝食付きっていう形で予約をすると、この朝食券がもらえるので、これを持って翌日2階に行きます。なんと朝ごはんにはフリードリンクがついてるんですよ。こちらの黒板に書いてある飲み物全部取り放題、ドリンクバーみたいな感じでセットしてあります。この日はすごく寒かったんで無理だったんですけど、外のテラス席でご飯を食べることもできちゃいます。で、私はエッグベネディクトを選びました。こういうのがあるといつもエッグベネディクトにしちゃうんだよね。大好きなの。あ、で、そのエッグベネディクト具類の私的にはまあ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 美味しいまあまあ美味しかった。ホテルの朝食って考えたら結構いいなと思って。あとね、そうフリードリンクだったから、こうやってテイクアウト分のコーヒーももらって帰っていいよみたいな雰囲気になってて、それすごい嬉しいなって思いました。ちなみにね、先ほど見たテラス席には入り口の横から上がっていくこともできて、ここはね自由にまったりすることもできます。そんな感じで流路東京清澄バイザシェアホテルに泊まりに行ってきました。あのね、私ね海とか川とか大好きなんですよね。だからねちょっと色眼鏡で見ちゃうよね駅から気持ち離れてるし、この近くにスーパーとかいろんな観光地がたくさんありますよっていう場所ではないから、なんて言うんだろう、東京観光に来た人にいいホテルっていうよりかは、都内に住んでる方が贅沢な自分の時間を過ごすために使いたいホテルだなっていう風に思いました。私が泊まったのはドミトリータイプなんですけど、個室のタイプのお部屋は、お部屋の中から川がね、見渡せるような方角になってるんですよね。それも含めて、大人のプチバカンスとかにすごくいいんじゃないかなと思いました。そんな感じです。今日も見てくださってありがとうございました。少しでもホテルの雰囲気が伝わったよっていう方は、グッドボタンやコメントなどよろしくお願いします。励みになります。今後もこのチャンネルでは旅の Vlog やホテルのレビューなどを上げていきますので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは。